札幌市北区の宮西弘隆容疑者は2月、セイコーマート北31条店で店員の大橋啓介さんを刃物で刺し殺害した疑いが持たれています。また、58歳の女性店員と60歳の男性店員を殺害しようとした疑いも持たれています。札幌地検は宮西容疑者の刑事責任能力を判断するため鑑定留置を始めたことを明らかにしました。期間は昨日から7月1日までです。これまでの調べで宮西容疑者は容疑を認めていて、どのコンビニでも男性店員に対応されるのが不満だったという趣旨の供述をしています。